はいということでどうもこんにちはコージです。ということでね本日もこうやっていきたいんですけどもちょっとね重要なお話をしてもいいですかとすごく重要です。あのまあふざけてるわけではなくてあの本当にね結構真剣なんですけどもあのなんかね日本がね滅びるんですかっていうふうに聞いてくる人もいるんですけどもまあそれとね付随してすごく重要なお話をしていきたいと思います。 あのまずね答えから言うと日本は滅びませんととそこ安心してくださいとあのね今現在ねこの沖縄とか沖縄まあすごく分かりやすく中国がねどんどんこう来てるじゃないですかで北海道はロシアがどんどん来てるんですねで他にも東京関西九州 結構ねあの外国人の人がですねこうだん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 入り,入り込んできてるんですねこれはですね悪い言い方の方で言うとまあですねでもちろんその日本人の中の皆さんはですねそれがまあ侵略的行為だっていうふうに思ってきている人たちがものすごく増えているから脅威に感じているこれが今の現状の実態です。で この中であのいろんな経済学者さんですとかまあなんだろうなそういうなんか政治に詳しい方ですとかねそういった人たちはもうこのままいくと日本は滅びるみたいなことを言ってるんですけれどもこれがですねもちろん社会的な体制が変わっていくっていう意味で一つのものが崩壊していくってことはありますけれどもそれは体制であって日本自体ではないんですね。 じゃあそもそもですねこののの侵略っていうのは何なのかと皆さんね侵略って聞いた時にあの起こった出来事だけを見てると思うんですね例えば侵略の歴史っていうのはグローバル化を進めるために植民地化していったよっていうねの植民地化してってですねいわゆる民主主義が起こってってまあ金融システムがそこに敷かれてってあのまあ競争社会にですね一緒にこう飲み込まれていくっていうような感じのね そういうね結果をこう皆さんこう見てると思うんですけども侵略の歴史はですね根本の真理としてはどこにあるのかというとですね言語なんですよあの侵略の歴史というのは言語の侵略の歴史なんですねあのね聖書にも書かれてるんですけどもすごく有名なんですよあのバベルの塔のお話ってありますよねバベルの塔っていうのはまあ、その当時ですね。 あの神様のね逆鱗に触れてですね言語を乱してしまえって言って言,って言語を乱すことによってですねあの、ババババララララ感、意思疎通をでですすね、ね。起こらなくしてバラバラにしてにたんですねそれとですね全く道理は一緒なんですけどもじゃあ一つのものに統一をしていくっていうふうになるとですねどうなるかっていうとつまりグローバル化を進めるということはその侵略の歴史において植民地化っていうのは結果のことなんですけども。 植民地化を起こすには言語をまず統一させてあの共通の認識としてさせていく必要があるんですね。でこれでですね皆さん分かったと思うんですね世界の共通の言葉とは何かっていうとですね英語なんですねこのね英語っていうのはもちろんイギリスを指してるんですねイギリスはですねあのー、この英語の A ってねなんでこの英語の A っていうものがね漢字として使われているんだろうとなんでこのことをイギリスって呼んでんだろうっていうふうに皆さん不思議に思うと思うんですけどもこの 英語の「英」っていうのはですね花というふうに言うんですね日本語で花を咲かせる国なんですよあそこがねですから物質文明をですね進めるための,あのそういう原理をですね掌握した国としてですね、まあ、イギリスがそういうあの言語的ですね侵略、まあ、侵略って言ったらですねそのイギリスの人に失礼ですけども、まあ、そういう原理を使って世界的に共通の認識として変えていってグローバル化を図っていったっていうこういう歴史なんですよ。 これがですすね、ね。いいわゆるそういう侵略とか植民地化の歴史なんです、ね、で、日本はですね今現在中国ロシアそしてアメリカアメリカはまあ一応英語なんで英語がですね、こう入り込んできてるわけですねあと韓国とかでこういうですね多方面からいろんな言語が入り乱れている状態っていうのはまさに聖書に書かれているバベルの塔と同じような状態が起きてるわけですねで古事記においてはですねあのみそぎ払いとしてさまざまなものを日本語に乗り直すっていう。 乃里とのりと,ごとを乗れっていう風にね書かれている部分があるんですけどもこの「天津仁仁とのりと,ごとっていうのは日本語のことなんですね大和言葉のことなんですけども要するにこの日本をですねあの日本たらしめているものというのはその国のですね範囲ではなくて言語が及んでいる範囲を日本という風に呼んでるんですねそのことを踏まえてみると今ねそうやって侵略的にですね思われている場所っていうのはいろんな言語が入り込んできている場所なんですね。 で、例えば東京においてもあのそういう他国の言語はですね、すごく入り乱れていて特に日本人もですねその他言語をですね使ってるんですよたくさんあの、何ていうんですか入り混じってるんですね一つのものに、ね、例えば英語だったら英語に集中してるわけでもなくて日本語とですね英語をですね掛け合わせた、ね、言語になっちゃってるんですねでこれっていうのは例えばあのスマホとかですねギターとかですね iPhone とか サングラスとかね、まあ、探せばいろいろあるんですけども横文字ってたくさんあるじゃないですかこれをですね僕らはね日本語に乗り直さないといけないんですねでそれなぜかっていうと例えばあのブロックチェーンっていうふうにいきなり聞かれてですね僕らって何にも理解できないですよねブロックチェーンって何,何みたいなね感じになるんですけどもでもそれをですね例えば中田敦彦さんなんかが YouTube 大学とかで分かりやすい説明をしてますよねでその分かりやすい説明は何かって言ったら日本語で説明してるっていうことなんですね 僕らはですね、この民族として日本語に乗り直すことによってその中身がちゃんと分かるようになってるわけなんですよですけれどもそれがですね、伴ってないものはですね、やっぱり抽象的概念としてでしかですね、僕らは受け止めることができないので抽象的ななな概念といいうののはでですすね、ね。物事の本質が見えない状態なんです、ね、アマテラスっていうのはこの日本語によって理解ができる言葉なんですね。 理解ができるっていう風になったらですねその物事の本質まで全部見えるわけですから透き通って見えますよねこれがですね明るい世界なんですけども抽象的概念的な言葉になってるとですねその本質がなんだか分かんないからこれ何っていう風になってですねそれは暗いわけですよこれをですね「夜のおす国」としてですねつくよみの支配下の,あの言語になってるんですよということなんですね。詰つまるところですねこの日本がもし滅びたくないというねあの皆さんあのそういう意識が今出てきてますよね。 これはですね、渋谷に行ってデモ活動を起こしたからってその侵略の歴史は止まるわけではないんですよつまりこの真理としてですね日本語をちゃんんととと乗りましょうといういことなんですね。ですから海外の文化が入ってきてその僕ら自身がですね海外の文化の言葉によって埋め尽くされてしまうとその場はですね乱れてしまうんですよですけれども例えばね外国人の方が日本に来た時に「スマホスマホ」スマホっていうふうに言ってたとしてもですねこれは日本語で「電話」って言うんだよと。 いうこととかはですね、ちゃんと教え込んでいくとむしろ向こうのですね、言語の思考の中にですね、日本語というものを吹き込むことになるわけですね。これを古事記ではですね「ことむけ」というふうに言います。こと向けやわし。これはですね、あの、まあ 国譲り神話もそうですし武見一土と武見中田の戦いもそうなんですけども、まあ、要するに海外の文化がバーって入り込んできた時にどっちが強いかっていうことをね争っていくんですけども最終的にこと向け合わしを起すすんですねそれで国譲りが起こるんですけどもそれはですね何かっていうとんなですね昔の人はですねあのそういう海外の文化から例えば漢文だったら漢文が入ってきた時にそれをですね対応するためにですね 訓読みとと音読みっていうものに対応してちゃんと言葉を残したわけですね訓読みを読むことによってですねその心意気の方が分かってくると例えば心配という言葉がありますねで心配っていうのはもちろん音読みの方なんですけども心配というのは人がです、ね「であああの人大丈夫かな」っていうこういうそういうね「なり様のことをですねあの名付けて心配っていう風につけたんですねでもこの「心配」っていう言葉をですね大和言葉に変換すると「心を配る」という風に読むんですね。 まあその人がですね、なりさまとしてこういうふうに「うーんあの人大丈夫かな?」って言っているその姿のことは「心配」という音読みなんですけどもその人の心の中身のことはどうなっているのか精神的境地は何なのかっていうとですねつまりこういうふうにですね海外の文化とその日本人のですね、精神学っていうものをですね、ちゃんと合わせてですね、それをですね、音読みと訓読みにこう対応してった言語になったわけですね。 ですけれども今の世の中の人たちっていうのは例えばメタバースだったらメタバースっていう言葉をそのまま入ってきてこれを日本語に変換することなくメタバースはメタバースとして使ってるんですねですからこの中にですね概念的な表記としてメタバースって何よということになってですねそこから二元的な争いが生じていくんですよあのバベルの塔みたいになってですね言語が乱れているという状態なんですねつまり日本を侵略されたくなければですね日本語をちゃんとですね吹き込んでいくということがですね 第にに必要になるわけですねこれはですね残念ながら誰も言ってる人はいませんおそらくねこの日本の中で僕しか今言ってないと思うんですけどもこれはですねめちゃくちゃ大事なんですよとこれ本当に大事なんですよあの侵略の歴史っていうのは言語の侵略なんでこの言語をですね乱れないように日本語をちゃんと乗り直すことによってこの日本というね土地を保っていきましょうとこの日本という国はですね血でつながってるんじゃないんですよ 地であ君は日本人だねっていうふうにつながってるんじゃなくて言語が及んでいる範囲日本語が及んでいる範囲それをですね地域社会としてあの組めている範囲のことを日本って呼んでるんですねですのでこの日本の侵略に関してこと向け合わせにはですね僕らが日本語をちゃんと意識しないといけないんですよ。これをですねやっていかないと日本はその滅びるっていうようなねところまで行ってしまうんですよ。ですが皆さんの中でどんだけね外国人の人が日本に来ようとも日本語が なくなることはないなって皆さん思ってますよねですので日本は滅びないんですよですからまず滅びないということを安心してですねあとはですねそういったね侵略的なものもですね言語によってこと向け合わせることによってその場はね平定されていくんですよっていうことをですね意識していればその外国人が来た時にでもですねちゃんと日本語として教えてあげるこっちが外国語に合わせて喋っていくんではなくて日本ではこう言うんだよと 日本ではこういう言葉になるんだよっていうことをちゃんと向こうに教えてあげるとその人の文化の中に日本語という精神のですね境地が吹き込まれて精神と物質っていうものがですね合一していくんですよとここをですね本当に重要なんで皆さん覚えておいてくださいとこれ誰も言ってる人いないんでおそらくね僕だけなんですっげえ信憑性に欠けるかもしれないですけども本当にいざとなった時は思い出してくださいということでえ本日は以上になります。ごご視聴ありがとうございましたバイ